釧路鉄道。釧路鉄道は、北海道東部の洋産で産出される硫黄の輸送を目的とした鉄道路線を運営した企業である。硫黄鉱山の専用鉄道として建設された路線を継承し、北海道内では2番目、北海道の私鉄では最初の鉄道事業者となった。鉱山を経営していた安田財閥によって建設、運営されたが、 鉱山を保有した原因であった山田銀行本店、箱館への貸付分が回収され安田財閥としての硫黄の採掘が中止されたため開通から10年足らずで事実上廃止となった短期間で廃止となった硫黄鉱山の鉄道であったが安田財閥の強固な財務基盤は釧路の硫黄鉱山によってなされたとも言われている鉱山の開発によって釧路の石炭産業 現、太平洋炭鉱、釧路港、根室銀行、後安田銀行、現、水穂銀行開設と釧路地域開発のきっかけとなった。1921年、大正10年の釧路開港35周年に、安田善次郎は、功績により、釧路区、現、釧路市から表彰されている。1872年、明治5年に、佐野孫衛門により、 アトサヌプリ山麓の硫黄山で硫黄採掘が始まり、1886年、明治19年に北海道開拓市の方針に基づき、前年に開設された釧路修士の修人市駅により開始された。佐野真子門が亡き後は、函館の山田銀行に譲渡され、さらに1887年、明治20年に融資を受けていた安田善次郎に譲渡された。 当時の運搬は当初は、似た、手鹿がまで、和運ぶ、似たより川船を乗り継いで釧路まで下ったが、後にしべちゃまで、和運ぶになり、しべちゃから、夕日別、後の50国まで50国線で、夕日別から釧路は100国線で運搬した。しべちゃに大規模な清涼所が建設され、1887年、明治20年4月より輸送のために、硫黄鉱山専用鉄道の布設が、 専門本線渋谷駅付近から、後さ登りの24マイル余りの区間で開始され、同年12月に開通した。この建設も、周人市駅で行われ、現在のような重機もない状況で、わずか7ヶ月で建設している。さらにその5889年、明治22年に2マイル余り延長し、 後年の釧路鉄道開業時と同じ総延長約四十三点二キロメートル二十六マイル六十七チェーンに達した。また、しべちゃから釧路港まで釧路川の二十四キロメートルを浚渫し、前述の五十国や百国線を小型蒸気船で牽引して、赤出港の釧路港まで輸送した。しべちゃから釧路港まで線路を伏設しなかったのは、間に釧路湿原が広がり、 事実的に難しかったことが主な理由である。採掘工は7万5千石に達していたが、過酷な鉱山労働で死亡者が続出、逃亡を図る囚人が残殺されるなどの惨状を知った囚司官の教会士、原汰明が天国、大井上輝き前に進言したことにより陰算なみが表面化。安田善次郎との契約を破棄。 1888年に囚人を引き上げ、鉱山は労働力確保にこと書く状況に陥っている。その後、沿線に開拓民が増えたことから、無賃の一般旅客なども行うことになった。1891年、明治24年に、釧路鉄道、本社、東京日本橋の安田銀行本店、資本金20万円が設立された。1892年、 明治25年内務省から鉄道不設免許状と補助金2万円を受けて同年9月8日から運営された。徐々に硫黄の自然輸出量と生産量とが合わなくなり、また旧山田銀行への貸付分が回収されたため、山田銀行社主に硫黄鉱山を返還し、1896年、明治29年7月28日に、 安田の鉱山としては休止したその後1970年まで、硫黄鉱山は創業した。硫黄鉱山の専用鉄道から、施設鉄道に転換したとはいえ、運輸収入の大半は、硫黄輸送が占め、開拓民による旅客輸送はごくわずかで、採算が取れなくなり、8月1日には、休止届を提出し運行休止、事実上の廃線となった。1897年。 明治30年10月31日に、北海道鉄道不設法の建設予定路線と重なることもあり、釧路鉄道と政府の間で19万9千円で、買収契約締結し会社を解散した。1929年、昭和4年8月15日、休止から33年後に開業した、専門本線渋谷駅手塚駅、現、 マシュー駅間 25.3km のうち 16.8km に路盤が転用されている。レールはドイツ製のものを使用した。シベチャニタ列車交換のための旧白城跡ノボり。シベチャイソブン内ニタトロマップビルは、ウノシコイチャルシベポンチクワッカ、貨物駅から跡差とサトウ、ウノシコイチャルシベオンコチャル、貨物駅。日本最初の月間時刻表。 汽車機線旅行案内、公認新車の総管号、1894年、明治27年10月号によると、旅客列車は1日4往復が設定され、所要時間は約2時間。全列車が、ニタトロマップ駅、本時刻表では、ニタトリマップと、記載で行き違いを行っていた。運賃は全線で26銭となっている。 1887年アメリカボールドウィン製の、車軸配置0から6から0系、テンダー式蒸気機関車2両とイギリス製の貨車、一部は、客車に、改造が輸入され使用された。日本に輸入されたのは2番目となる、日本鉄道史で貴重な車両である。ちなみに、釧路港1回目の輸入が、この車両になる。蒸気機関車の詳細は、国鉄7000系蒸気機関車を参照。 1896年時点の保有車用は、無敷に、客車に、貨車24となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。